はい、皆さんこんにちは、 H3F です。今日の動画は岐阜県郡上市にあるダイナランドです。東海北陸道の高須インターから約10分の距離にあります。取材時はこのシリーズ共通の大変な暖冬で、12月末にもかかわらず多くのコースが閉鎖で、第日だけ第4クワッドベータライナーとカラマツペアは運休となっていました。そのため本来ならつながったゲレンデの高須スノーパークへの連絡コースも閉鎖していました。ゲレンデには高速リフトが3本、リフトが2本かかっています。さすがは全国区のスキー場で高速リフトが多めです。それではそれらを順番に見ていきましょう。なお、この動画では国土交通省届出の正式名称を上段に白色で、ゲレンデでの案内名称を下段にオレンジ色で示しています。最初はスキーセンター前にかかるリフトのうち、山頂に向かって右側の第1岳アルファライナーです。1377メートルの4人乗り高速リフトです。ゲレンデ中央の山頂付近まで行くため使い勝手がよく混雑しています。次は最も北側に位置する第1岳第4クワッドベータライナーで、1242メートルの4人乗り高速リフトです。山頂からのコースにはスカイライン、A コース、チャレンジコースなどの多くの上級コースがありますが、初中級のコースもあり、さらに高須スノーパークへの連絡コースもここからになります。次はゲレンデの南端にある第日岳ガンマーライナーで851メートルの4人乗り高速リフトです。メインパーク、テレインパークと呼ばれる多くのスキーアイテムが配置されたエリアをカバーしています。スキーセンター前から出るリフトのうち、山頂に向かって左側のリフトは初級者用で480メートルのペアリフトで、その山頂からは初級の第一ペアコースに至ります。その少し北側には初級者用のカラマツペアリフトがあり、2つの初級コースをカバーしています。次はスキーベースです。スキーセンターにはリフト券売り場、スクール、レンタル、レストランの設備があります。レストランは1階と2階にあり充実していますが、どちらも混雑していました。取材時のリフト料金はご覧の通りです。リフト券はこのような IC カードに購入したリフト券を入れた形で販売され、 IC カードには別途デポジット料がかかります。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。皆様のチャンネル登録をお待ちしております。